こんにちは、アミラーチャンネルのアミです。今回は土浦市にやってきました。ここは土浦駅の改札口前です。今回はいつもと違ったバージョンをお届けしたいと思います。いつもは観光スポットなどを紹介してるんですけど、今回は街紹介をしたいと思います。第1回目として土浦市をご紹介します。それでは早速行ってきます。後ろに見えるのが 1,2 年前ぐらいにできた新しいホテルの星野リゾートさんが手掛けたホテルになっています。で、こっち側に歩いていくと向こう側は駅ですね。で、ここの青い線分かりますか？土浦市は自転車の街というか風に整備されていて、いろいろと自転車が乗りやすくなってるんですよね。で、ここの青い線をたどっていくと中に入れちゃうんです。ここが駅ビルの中です。お邪魔します。すごい美味しそうな匂いが一気にしました。へえ、担々麺食べたい。こっち側にもコロッケとか美味しそうなご飯屋さんがたくさんありますね。で、これを青い線をたどって歩いていくと中まで入れちゃうんです。押しながらすごく便利じゃないですか。すごいみんなが勉強してる方もいらっしゃいますね。こんな感じでぐるっと歩けちゃうんです。中がよいしょ。あ、洋服屋さんかなあれ、うん、こっちは食べるスペースとかなってるんですね。テーブルと椅子があって、あ、全体はこんな感じですね。この青い線が自転車を押しながら歩っていけるスペース線になっています。はい、じゃあここから下に降りていきたいと思います。下に行くと私が前以前借りたレンタルサイクル屋さんもあるんです。はい、下に降りてきました。ここから外に出たいと思います。はい、青い線は続いています。で、向こう側にも駅ビルがありまして、ここにはお土産屋さんとか本屋さんとかがあります。ここに書いてあるかな。そうですね、本屋さんとかがあって、このクーロンヌっていうパン屋さんも美味しいですよね。結構みんな行ってるかもしれない。私つめとかあって、カイツカっていう焼き芋屋さんもあります。結構有名なので来た際には買ってみてくださいね。私はここのロングソーセージフランスが好きです。はい、じゃあ向こうに行きたいと思います。はい、私が今いるのは西口なんですけど、ここには大きなバスターミナル、バス停がたくさんありますね、こっち側には。そしてこの目の前にあるのが土浦の市役所です。すごいですよね、駅前にあるなんて。市役所とスーパーとかが一緒に入っているビルになっています。はい、そしてこっち側に来るとあそこですね。ちょっとガラス張り風になってるのが分かりますか。あそこの建物なんですけど、あそこは図書館になってるんですよ。すごい綺麗そうですよね。私はまだ行ったことないんですけど、すごいいっぱい本がありそうです。おしゃれな本屋さん、本屋さんじゃない、図書館ですよね。はい、ここが土浦駅の西口です。西口には繁華街があって、ご飯屋さんとか飲み屋さんとかがあります。少しだけ行ってみようと思います。ここは味ののれん街桜小路です。で、ここの隣にある光月堂さんはモンブランが有名なんですよ。売ってるかな今日。あ、見えないですね、なんか。はい、じゃあこっちに歩いていきたいと思います。看板が結構あるからご飯屋さんありそうですね。三好屋さんとかって、焼き鳥とかですかね。美味しそう、私も焼き鳥好きです。ここは居酒屋さんなんですね。へえ、ちょうちんって名前なんだ、面白い。あっちも焼き鳥だ。結構焼き鳥屋さんが多いんですね。飲み屋さんだからかな。ほら、綺麗な道。これは、こんな感じになってるんだ。すごい小道だから楽しいですね、いろんなお店があって。
あそこはお蕎麦屋さんみたいですね。居酒屋さんの中にもちゃんとご飯屋さんもあるんですね。この道通ったことあるかな、私。ああ、バーとかもありますね。これコロナじゃなかったら盛り上がってるんでしょうね、きっと夜とかだと。ここがお蕎麦屋さんです。ここに行くと道に行けるかな。これはこれも飲み屋さんですね。すごい、たくさんある。お、終わっちゃった。はい、抜けてきました。こんな感じで居酒屋さんなどがたくさんありました。はい、私の後ろにはスナック街があって、反対側に行くと桜川があるので向こうに歩いていきたいと思います。はい、桜川に到着しました。で、向こうに行くと土浦市では有名な花火大会がありますよね。そこが見える場所になっています。で、向こうに行くと屋台とかもたくさんあります。はい、で、こっちに行くとあそこの橋は常磐線の線路になっています。さっき通ったんですけど、今通るかな、見えたらいいですよね。で、ずっとこの川を向こうに歩いていくと霞ヶ浦になっています。で、ここの桜川の河川敷っていうのかな、ここは有名なあのクローズのロケ地にもなってるそうなんですよね。確かにここだと撮影できそうな気がしますよね。絵になりそう。通らないかな、電車。来ないですね。じゃあもうちょっと散策していきたいと思います。はい、ここは西口にあるモール505という場所になっています。はい、で、ここにはたくさんのお店が入ってるんです。飲食店もあるし、サロンとかもあります。なんかいろんな人に話を聞くと、なんか前はもっと活気があったみたいなんですけど、今はちょっと元気がなくなっちゃってますね。で、上にあるこの橋は一般道で車が通ってる橋になっています。焼きそば屋さんなんですかね、あそこ。はい、ここがモール505でした。私の好きな通りを紹介します。で、ここはそこに見えますかね、これがビルなんですけど、一番高いビルの向こう側が駅になっています。そこから少し歩いていくと、はい、すぐあります。どうですか、天ぷら屋さんなんですけど、天ぷらを持ち帰ることもできますし、この中でご飯を食べることもできるんです。絶対美味しいですよね。いいですよね、お腹空いてきちゃった。はい、で、私の好きな通りが中条商店街です。ここの通りはすごくいいんですよね。いろんな建物があって見どころ満載なんです。すごい天ぷらの匂いがする。美味しそう。あ、見えてきましたね。どうですか、この街並み。ちょっと新しい感じのお家とかもあるんですけど、古い建物も残っていてすごくいいんです。見えてきたかな。あー、すごい今日はいい天気で暑いです。めちゃめちゃ見えてきた。はい、これですね。これが土浦街角蔵って言って、これが大徳って名前なんですけど、ここに行くと登録有形文化財になってるんです。すごくないですか。そして景観重要建造物で、土浦街角蔵大徳指定第1号なんです。今はちょっと入れないみたいなんですけど、やってますね、普段だったら。で、道を渡ってこっちに行くと2個目の建物があって、これは野村さんっていうやつですね。野村って書いてあります。これは指定第2号になっています。いいですよね。ちょっとこっちも今は入れないんですけど、やってたら中にすごい入りたいです、私も。で、この横を行くと見えますか、これ白い建物なんですけど、
喫茶蔵って書いてあって、ここも今は入れないんですけど、喫茶店になってるなと思うんですよね。ここでお茶できたらすごいいいですよね。はい、でこっちが不動院になっています。こうやって住宅街にいろんな建物があるのすごくないですか。いや、ワクワクしちゃいますよね。お邪魔します。はい、そしてこっちに奥に歩いていくと、土浦市にある有名な騎乗公園にも行くことができるんです。はい、歩いてきました。こっちの建物も指定されてるみたいなんですけど、色が塗り直されてるからですね、すごい新しめな感じに見えますよね。で、さっき見つけたんですけど、ここに書いてあって、水戸と江戸を結ぶ宿場町だったんですよね。いろいろ書いてあります。すごいですよね、土浦市はいろんなのがある、本当に。で、ここには世界遺産の屋久杉があるんです。1000年ぐらい生きてる木の花に触れてみてくださいって書いてあります。はい、でこっちに歩いていくと、あそこ分かりますか、あの味のある建物、綺麗ですよね。ここはお蕎麦屋さんなんです。あずま屋さんっていうお店なんですけど、とても美味しそうな雰囲気が漂ってませんか。こちらがあずま屋さんでした。東口にある霞ヶ浦に来ました。はい、でここでは遊覧船があるんですけど、レンタルボードとかも借りることができるみたいです。見えますか、チャーターガイドボードとかもあるらしいんですよね。ここから行くみたいです。そしてあっちですね、あそこに見えますかね、東横インって書いたの、この辺かな、向こうにあるのが東口ですね。土浦駅の東口になります。どうですか、東口と西口でだいぶ違いますよね。こっちもこっちで水があってすごく気持ちがいいです。はい、ここが東口にある霞ヶ浦でした。霞ヶ浦といえば佃煮が有名ですよね。で、こちらのお店が私が昔から来ている大好きなお店の田中屋さんです。で、佃煮が有名なんですけど、私は大好きな白魚の煮干しを買いました。いつもここに来たらこれを買ってます。で、ここはモール505からも近いのですぐ来れると思います。土浦駅からすぐ近いです。ぜひ皆さん来た際にはこちらで買ってくださいね。美味しいです。ということで、今回は町紹介ということで土浦駅周辺を散策してきました。まだまだたくさんいいところがあると思うので、ここ行った方がいいよなんてある方はコメントなどで教えてください。よろしくお願いします。ということで、今日は町紹介でした。土浦市にある土浦駅周辺でした。ありがとうございます。アミラーチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。